嘘ってなんだよ。待ち合わせ場所の近くで偶然会ったこと。やれやれ、お見通しってわけか。当たり前でしょ。わからないとでも思ってたの？いや、黒猫の言う通りだ。あんな言い訳ベタすぎてすぐにバレちまうよな。今日は何で来たの？お前が避けているみたいだったからさ。私が？あなたを避けている。え、なんでそこで疑問形なんだよ。避けてるじゃねえか。私は先輩を避けてなんかいないわ。じゃあ俺が昨日経験したことは幻覚か？避けてはいない。ただ拒絶しているだけ。とにかくこのままじゃ堂々巡りな会話になっちまう。沙織が帰ってくる前に聞かせてくれ。何かしら？なんでお前関わるななんて言ったんだよ。そんなこと知る必要はないわ。あなたはただ私が告げた使命を忠実に守ればいい。それはつまり黙って言うことを聞けと？そうなるわね。もう私に関わらないで。ただそれだけを脳髄の奥に。そんな、いや、いい、なんでもない。どうして言いかけてやめるの？必死に食い下がったってお前の決意は変わらないんだろう。つまり先輩自身は心が折れたということね。そんなんじゃねえ、そんなんじゃねえけど。少し先輩を過大評価していたようね。それで諦めるつもりなの？は？何言ってんだ。これはお前から言ってきた話でお前の望む通りになりそうなんだぞ。それなのになんで困ったような声出してんだよ。なんか言ってくれよ。あ、何か喋ってくれよ。こんな沈黙は耐えられねえ。それとも相手をしたくないくらい俺のことが嫌いなのか？別にそういうわけじゃない。ただ私は沙織からなんとなく聞いているんだけどよ、コミケの準備進んでるのか？え？聞いたことがある。コミケ準備ってそりゃもう修羅場なんだろ？大丈夫、順調かは別として前にも進んでるわ。そうか、それなら何よりだ。あ、どうしたんだよ、急に黙り出して。いいえ、なんでもないわ。コミケ準備は問題ない。この買い物で道具を補充すればなおさらね。それがペンタブレットのペンでエルなんとかってことか。え、何か変なことを言ったか？必要な周辺知識はきちんと覚えた方がいいわ先輩。エルゴノミクスよ。しっかりしてちょうだい。今言ったばかりのことでしょ。仮にも受験生なのに随分お粗末な記憶力なのね。それで私に構っていて本当にいいのかしら。勉強はしなくていいの？勘違いするなよ黒猫。俺は今この時間だって頭の中で英単語を反復してるんだ。だから今のあれは俺の頭に入ってこなかったってわけ。ふん、まあいいでしょう。それよりそんな難しい言葉をスイスイ言えるお前ってやっぱすげえと思うよ。エルゴノミクスのこと？そうそう、それ
よくそういう知識があるよな。